NPO 法人札幌カラス研究会中村です。今日は特に予定もなく天気もいいので朝からのんびりしてました。でなんかね、動くのもめんどくさくなってずっとお腹空いてたんですけど、こう食べに行くのもめんどくさい、何が食べたいっていうものなくてね、どうしようかと思ったんだけど、やっぱり明日の朝まで持たないので、今お弁当買ってきたんですね。でこうちょっと座ってたら、このようにですね、ブト君がずらっと並んじゃってですね、パッと数えて40羽ぐらい、今ちょっと解散したんだけど、目の前でですね、じーっとこう見られて、まあ、40羽だとして目玉が 2個ずつあるの、目が2個ずつなんで80個の目玉でこうじーっと見られてる気がしてですね、非常になんか食べるのに罪悪感を感じるというですね、時でしたね。もう私食べ終わって今こうやってこう映してるんですけどね、まだまだブト君が来てくれる、まあ私はもう最高嬉しいんですけど、これがね結局なんか他の人は怖いとかね、近寄ってきたとか、下手したら何もしてないのに威嚇されたとかね、あとは何だろう、なんかこう接近されてなんとかとか、こういちいちそういうのを通報する人たちが多いですね。別に通報しちゃいけないって決まりはないんですけど、もうちょっとなんとかなりませんかね、このまあ、カラスでもハチでもハエでも蚊でも何でもいいんですけどね、すぐ通報するっていうなんかそのシステム、それをやられちゃうとですね、通報された方はもちろん札幌市なんですけどね、無視できない、ダメなもんはできませんって言ってくれるんです。それ言うと今度またすっごい、そういう人ってしつこいので、時間たっぷりあってしつこいので、延々それでなんかこう下手をすると職員の人がね、何日間も拘束されちゃうようなね、そんな事態に陥るっていうですね、これ札幌市独特かもしれません、まあ他都市でもあるのかもしれないんですけど、とにかく過剰反応でですね、カラスがちょっと来ると、まあもちろん札幌のカラス、本州のカラス違ってね、こう接近してきます。別にこれみんながみんな飼われてたわけでもなくて、飼育されてて放鳥されたカラスの方がはるかに少ないのでね、全部野生です。頭がいいんですね、学習して人からもらってもらえたらもらった方が楽じゃないですか、人間だって楽したい、ね、楽な暮らししたいですから。なのでとりあえず人が何かこう来ると様子見に来ると、でもちろんね喜んであげる人もいるし、キャーって言って逃げる人もいますね、しょうがないんですよ。外で物を食べるってことはね、やっぱりこういうことなんだなっていうね、それが嫌だっていうんだったらどうぞお家で食べてくださいね。そこで食べるってことは、例えばカラスじゃなくて例えば虫が入るとかね、そんなんでいちいち文句言う人もいるようなので、蚊がいるからなんとかするとかね、そういう人も札幌には存在します。言ってですね、そんなこと言ってたら外にも出られないので、そういう人はもうね、こういう公園にまず来ないことですよね。公園に来るってことは当然カラスもいるし、ハトもいるし、虫もいるしね、いろんなもんいて、おのずとそばにいれば飛んできたりとかね、そんなこともされちゃうんですよ。でそれで怖い怖いって言うんだったら来ないことですよ。そう言いつつ、ね、自分は公園にいたいから、その虫だとかカラスとかそういったものをなんとかすれっていうのは、それはちょっと勝手かなって思いますよ。最近なんかちょっとね、そういうのをすごく耳にして、なんかもうはっきり言ってうんざりです。私はね、なんでそうなのってなってしまうからね、もうちょっと口では自然自然生物多様性とか言うくせにね、目の前で本当の自然が来ると急に危険な対象になってね、生活を脅かされるとか、一歩も外に出られないとかね、やれ病気だウイルスだってすっごい大げさに考えちゃうじゃないですか。その根源なんだってやっぱり知識がないんですよ。別に知識がないことをと非難するつもりないんですけど、やはりその なんて言うんでしょうね、それならこうですよと正しいことをお伝えすると、今度それに対して気に入らないのかね、なんかまたさらにこう上げ足を取るように言われちゃうっていうですね、それじゃもうどうしようもないんですよ、はっきり言ってね。なのでやっぱりこの自然っていうものは何かって、バーチャルじゃないんですよ。バーチャルな自然は大丈夫って人たくさんいるんですけど、バーチャルな自然と本当の自然違いますから、バーチャルな自然がいい人はどうぞコンピューターとかね、そういうものでバーチャルな自然見て楽しんでくださいね。紛れも外にいるってことは、もうこうやって身近な自然と対等に向き合わなきゃいけないんですよ。でどっちがどうなのったら、やっぱり人間の方が頭いいわけですから、ちょっとね譲るっていうか、そういう気持ちが大事ですよ。相手野生動物なんだから、口でやめてったってやめられないわけですから、頭のいい人間がちょっと考えて、
その場ちょっと避けるとか、いろいろ方法あると思うんですよね。そういうことしながらこう野生動物と付き合っていかないと住めませんね。そんなわけでちょっと長くなってしまいました。それではまた。